んにちは、木下優香です。今日はね、お台場の大江戸温泉物語に来ました。楽しいものがね、いろいろあるみたいです。美味しいものもね、たくさんあるみたいなんで、めっちゃ楽しみです。行ってみたいと思います。ここは園地みたいになって、たくさん遊べるようになっています。いいですね、お祭り感出てますね。これ日の宮倉って言うんですって。盆踊りしたいですね。スーパーボール作りをやってみたいと思います。私これやるのめちゃくちゃ久しぶりです。おーすごい、結構簡単かも。お取れる取れる。あ、でも結構取れましたよ。あーいいですね、お祭りって感じ。あーできました。おいしい。手裏剣もあるみたいです。中心に当たらないためなんですけど。失敗しても腕輪がもらえました。よかったです。商品ゲットしました。ネタ菓子がいっぱいあります。ネタ菓子大好きで、すごい、何でもありますね。ここめちゃくちゃ懐かしいです。いっぱい買っちゃいました。すごい、休憩スペースすごく広いです。いろいろ遊んでちょっとお腹空いたくて、ここから見て、温泉なんですよ。温泉といったらね、コーヒー牛乳ですよね。入った後絶対飲みたくなりますね。おいしい。ごちそうさまでした。ここはお休みところです。もうなんか落ち着きますね。もう私さ、ここに一生入れますよ。もう一日入れます。温泉入ったり遊んだりした後、ちょっと疲れたらここで休憩もできるってね、いいですね。皆さんがあります。すごいですね、もうなんか旅館ですね。四万十だって。お酒ですかね、大江戸温泉なんて。手拭いがいろいろあります。かわいい。いろいろ遊んで温泉も使ったら食べるところもあるんですよ。全部で10店舗以上あるみたいです。で、スイーツもあります。食べたくなりますよね。こんなお祭り感あふれとうところでもこういう洒落たものも用意してるんですね。パンケーキあります。ストロベリースペシャル、お願いします。いちごミルクを、いちごミルク、はい、こう焼きそば作ってます。今もいいですね。じゃん、私が食べたいものをいろいろ頼んできちゃいました。全部で19品あります。めちゃくちゃ美味しそう。こういうのとかもあるんですよ。爆弾焼き、子供からお年寄りまで老若男女全員が楽しめますよね。いただきます。ステーキすごいですね。こんな本格的なものまであるんですよ。おいしそう。脂が乗ってて、めちゃくちゃ美味しいです。次はつけ麺行きたいと思います。すごいですね、なんかこういう本格的なラーメンから何でもあるんですよ。温泉のテーマパークって感じですね。チャーシューもいただきます。最高です。チャーシューがめちゃくちゃ大きい。アイスがね、溶けちゃいそうなんで先に食べます。美味しい白玉が。次、ひつまぶし丼行きたいと思います。うなぎがね、大好きです。何でもありますよね、すごい。最初はね、このまま食べるんですね。お茶漬けにします。うなぎに油が乗ってて最高です。たこ揚げにいきます。定番の次に人気な照り焼きチーズにしました。甘辛いタレにチーズが絡んで最高ですね。で、次はそのうどんと居酒屋っぽいお店で頼んだ焼き鳥とタコの唐揚げです。梅おろしうどんです。大きい梅が持ってます。いいですね。つるつるですごくコシがあります。これは一人宴会ですね。最高ですね。
トッポギとチーズチヂミです。チーズトッポギめっちゃ美味しそうです。いいですね。お餅とチーズです。チーズとね、甘辛いのが合いますね。おだん焼きです。次はキムタマカツ丼です。キムチと卵とカツ丼とマヨネーズとね、絶対合いますよね。タラバガニの丼とフグの刺身です。すごいですね、フグの刺身まであるんです。歯応えがあっていいですね。カニです。カニの旨みが詰まってますね。最後お寿司です。マグロめっちゃ美味しそう。最後はエビです。デザートいきたいと思います。ストロベリーパンケーキといちごミルクです。ああ、食後にいいですね。クリーム山盛りです。幸せ。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。あー、めっちゃ美味しかったです。浴衣でこれだけ遊べて、温泉も入れて、こんなにいろんなお店のね、食べ物が食べれるなんてすごいですね。さすが温泉のテーマパークですね。で、今日ね、私がいろいろ楽しんだんですけど、大江戸温泉の一日の楽しみ方みたいのがまとめられたサイトを説明欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。すごく楽しかったので、私もまた来たいと思います。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。